皆さんこんにちは、カンタです。恐竜格闘ゲームと聞いてやってきた次第でございます。恐竜の格闘ゲーム、そんなん聞いたら収まりつきませんね。これね、やるしかあるまい。そんなわけでやってきたわけで、これなかなかね、無料なんだけどね、でなんか反響があったらさらにアップデート重ねますみたいなスタイルらしく、で対戦もできて、もちろんコンピューター戦もできる、そういう恐竜同士が戦う格ゲーなんだけど、4体、タイラントキング、これなんて読むのかわかんないんだけどね、スリーホーンかな？あ、三本角だからね、スリーホーン。グレートビースト。メガテリウムっぽいよね。アイアンベリー。アンキロサウルスだよね。で、トリケラトプスに、まあ、おそらくこいつはティラノサウルスだよね。この前足の短さ。この前足の短さだけれども、でも実はこれ腕力はめっちゃ強いらしいからね。ティラノサウルスって。ちょっとやっていきましょうか。ちなみになんですが、攻撃ボタンは2種類しかありません。どんな感じになるんだこれ。どれ使おう。これ3ホーンでまず行ってみようか。草食恐竜の強さを見せつけていこう。ワウって言ってる。やべえこれ。楽しみだ、どんなんなのか。始まった。あ、アイアンベリーが、うわお前それはドエニクルスの技だろ。急に距離詰めてきやがって。よしよしよし。よし。これ弱攻撃だね。弱攻撃連打で、相手に何もさせない。これクソ強いぞ。ははは、ちょっと待って。いきなりチート級の技を見出してしまった。これワンパンマンの埼玉も使ってた技なんだけどね。弱キック連打的なポジショニングの技でしょ、これ。相手に何もさせない。ははは、相手に何もさせずに完封して勝つ。最強の戦法を編み出してしまった。やばい、これはチート級だ。封印せざるを得ないな。ちょ、やめとこう。もうこれ、弱い者いじめだわ。これ、待って。今最後に決めたのは強攻撃なんだけど、すげえ、なんだこれ、突進、すげえ突進攻撃かます。ちょ待って。HP の減りが尋常じゃない。ちょ待って待って。さすが岩尾も砕く尻尾攻撃。違うわ。ちょ、これチート技使わない勝てねえのか？そんなことはない。私はチートに頼らずとも、スリーホーンの草食恐竜。っていうか、よくよく考えたら相手も多分草食恐竜だ。おい、まず距離を開けて、ここから、距離を、いち、弱攻撃ひるませる。弱攻撃ひるませる。いや、なに？ゴブのところまで持っていかれた。まず、これで距離を詰める。距離を詰める。そして弱でひるませる。あ、ちょ待って。すげえ。ちょ待って待って。強っ。完封されたんだけど。マジかよ。マジかよ。なんだ、何もできなかったぞ、最後。これはビーストの力を借りるしかないな。おそらくメガテリウムがモデルなのかな？ちょっとわかんないけど。こいつでいく。グレートなビースト。猛獣です。相手、ティラノサウルス、めっちゃジャンプ、あ、これ、めっちゃジャンプできるんだ。これは戦略性が上がる。ジャンプ気づいてなかった。はい、はい。ここ何？何？ちょ、待って待って。こいつの攻撃なんだ？ジャンプ攻撃か。あ、なるほど。はい！こいつが降りてきたところを狙いすます。ダメだ、ダメだ、ダメだ。相手の連携攻撃やるぞ。こいつただの恐竜じゃないな。待てよ！いや、木村拓哉出てしまった。ちょ、違うな。もっと相手の隙を狙っていこう。こっからの、そうか。ジャンプ、攻撃、やめて、待って、辛い。はい、はい。わかった、これです。ほぼ完封。空中戦は制した。隙のでかい技は、コンボだな。コンボを編み出さないといけない。練習が必要だ。このままじゃ終われねえ。このままじゃ終われねえ、マジで。絶対に許さねえ。さっきは敵で出てきたアイアンベリー。なるほどね。こいつ、こいつ強いぞ。これは負けなしだろう。
距離を詰めて、すごいすごいすごい。こいつ隙が、やっぱね、硬い皮膚と、いや、相手が攻撃してもね、多分ダメージを負うと思うんだよ。このトゲトゲの皮膚は死んだ。おい、なんて喜びようだ。クソったれ、さすがだな。さすがティラノサウルスを模してるだけある。ジャンプ。こいつジャンプ力低く。だからといって負けるとは限らんのだよ。ここです。ここです。ちょ、待って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 。コンボを入れさせてほしい。こいつのコンボめっちゃ強くね。なんでなんだ。ヘリオがおかしいんだけど。こっちの当ててるダメージ量が桁違いなんだよな。おい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 。まだあれだぞ。スリーホーンのハメ技で勝ったところしか、いいとこ見せてないぞ。ちょ、待ってくれよ。練習が必要だ。練習しよう。ちょっとこの試合が明けた後、練習タイムに入ります。僕はこのゲームに、ちょっと全てをかけるぞ、ひとまず。勝てるまで。こいつら、マジかよ、ほんとに。めちゃめちゃ強えな。ちょっと待って、練習しよう。私の訓練の成果をここで見せたいと思います。このタイラントキングを使って誰でもいい、かかってこい。いいですね、お前最終戦を飾るにふさわしい。はい、あ、いた。おーおーおー、吠える吠える。対空しっかりして強攻撃、対空しっかりして強攻撃。ちょっと距離を離して急に詰めていく。オッケー、おお、いいね。やる、やるね。最終戦にふさわしい強さを持ってるじゃないか。私の敵ではないかな。さあ、かかってこい。ティラノサウルス、名実ともにレックスの名を私のものにしたい。あぶー、こう、強攻撃は怖いんだよね。タイミングが大事。はい。弱攻撃の使い方が対空でね、大事になってくる。はい、しっかり落として強攻撃。任せたまえよ。この地、この地の支配者は私だよ。君じゃないのだ。あ、いやいや、痛いです。痛い、やめてください。はい、あれ、あ、ちょ、待って、歯車が噛み合わなくなってきた。歯車が噛み合わないぞ。ここです。ここです。うまいことガードするね。これ、青色表示は、ガードしてるってことなんですよ。はい。はい。CPU はね、ガードが上手。ただ、対空防御はできないらしい。いいぞ、最終戦にふさわしい戦いだ。対空しっかり強攻撃。いやー、こいつ学んできている。こっちの対空を読んできているが、まだまだだね。まだまだ私には及ばない。これ終わらないぞ。はい。ちょ、待って。今の一戦で終わりのつもりだったんだけど、すごいこいつリンチしてくるから、もう許さん。お前もやる。もうね、ここまでの訓練で弱攻撃、ちょ、待って、弱攻撃のね、使い方はもう極めたから、はい、しっかり落として、こういうことです。ちょっと追い詰められた感はあるけれど、まだまだだよ、まだ負けない。ここで、これ、あれ?強攻撃の出し方が難しいんだけど、はい、こういうことですよ。いや、こっちタイラントキングだから、いくらグレートなビーストといえども、所詮ビーストよ。キングにはかなうまい。おい、ここで強、あ、やっぱ強攻撃当てるのはね、むずいんだよな。はい、はい。弱で落として、強攻撃だけど当たらない。さて、どうしてくれ、どう料理してやろうか。対空しっかりからの強攻撃。これやっぱりね、非常に強いんですよ。じゃあ次は、あ、終わった。さあ、ここでこいつを完璧に倒して終わりにしよう。はい、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 はい。待って。任せろ。ここです。ここで合わせていきます。オッケー、完封勝利。というわけで、恐竜格闘ゲームでした。いや、思いのほか楽しいんだね、これ。録画してない間の練習時間も楽しかったね。ぜひともね、
こいつの延長線上にあるゲームをまた生み出していってほしいところですよ。恐竜格ゲーって意外とないんじゃないか。いやー、まあアークがあるからアークでやればいいじゃんみたいなとこもあるけど、やっぱ技の種類に限界があるからね。うん、いやー楽しかった。ではでは、本日のところはこの辺にておさらばしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃ、またねー。